はい、どうもエンタのゲームインザボックス、引き続きショベルナイトやっていきたいと思います。ということで、最後の最上階まで来たんですよね。この最上階がどれぐらいのボリュームなのかわからないですけどとりあえずやってみたいと思います。さあ、エンチャントレスをどうにかできるのか、それともブラックナイトのように何連戦もなるのでしょうか、わからないですけど、やってみましょう。行きましょう。さあ、どうレッツショベル。やっぱすんなりはすんとボス戦にはいかないんだろうな。すんといかないです感がすごいするもんね。それはもうなんかこういうの来るでしょ。で、周りトゲだらけでしょ。そういうの怖いんだよね。お、いっぱい来るやん。おー、俺もて遊ぶやん。危ない。どっち行けっていうの。ちょっと一応ダガーを持っておこう。なんか左行った方がなんかご利益ありそう危ない。よし、あー、これ一旦避けなあかんの。ああ、そういうことか。マジか。そうだよね、そりゃそうだよね、そりゃそうじゃっつって言うわ。大木戸博士はそう言うわ。もうほったらかし。当たる飛びすぎる。そっか、すんなり終わんないなこれ。中間地点の数的にすんなり終わんないよこれ。予想がついたぞ今。程度が知れるなこの野郎。よし、こっち来ましたよ。あー、やっぱお金が手に入るよね。で、下に降りていく。いや、このトゲまみれなんやだ。うん、こうなるでしょ。俺横掘りすんの忘れてたしね今のよし、来たぞ。これはもう使うか。いや、使ってなお失敗するかこれは使うかって言ってちょっと生きりながら言うたのに、そんなミスの仕方するか。よし、来ました。ようやく1個目の中間地点やん。ネズミだけに。いや、落とされた反動がうっとしいねんな。ようやくや、倒した。えい、こいつ何、あれか、あのタイプの敵ね。オッケー、倒す。オッケー、倒す。これどうする。いた、ちょっとネズミ、この野郎マジネズミやな。あいつマジネズミ。これはこれ使うやつやろ。オッケー、そういうことだ。やっぱりようやくですよ。さあ、どうしたらいいんだこれ。どうしたらいいんだ。炎が降り注ぐ。危ないよ。ここは危ない。ここは怖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 い。ちょっと怖い怖い。すんげえ怖い。すんげえ怖い。先に進むのはこんなに怖いことがあろうか。いや、ないぐらいの。よし、もう行ってやろう。先に行ってやろう。無視して行ってやろう。さあ、来たぞ。お、お肉。ありがたい。すんごいありがたいやつ。あ、久しぶり。こんにちは。こんにちはです。
危ない。いやーちょっとちょっと積んだんじゃないのこれ。大丈夫、これ積んでんじゃないのこれ。どうして。いやそうだろう、そらそうなるやろ、そら積んだよ、積んだよ。あれはよし、強えな、やっぱこいつ。ちょっとこんなとこで戦うなやし。よし、水から落ちよった。これどうすんすか。どっかどっか。いや、これ壁壊れん、壁壊れんぞ、これマジで言ってんのか。急いで。オッケー、耐えた。あ、マジで言ってんのか、これもまた。そらマジやろ。常にマジやろっていう話だよ。よし。これちょっと魚釣りしたいっすね。こいつどう倒そう。これだ。魚釣りのタイムです。はい、釣りしまーす。ちょっと待ってください。フィッシュアップ。お、久しぶりやリンゴマス。よし、こんなんいらん。体力回復のくれ。フィッシュアップ、再びだ。フィッシュアップ。よし、何をくれる。オッケー、体力満タンのやつ、ありがたい。これボス戦で使えるやん。そっか、でもこれ1回しか使えへんねんな。使うチャンスは一度のみか。そういう、なあ、もうこいつなんやねん。こっち俺喋ろうとしてんねやないか、ほんとに。喋りを邪魔するやつやな、ほんとに。よし、オッケー、音符ゲット。やっと抜けた。ここ20分ぐらいかかった、なんだかんだで。かかるもんですね、エンタにやらした。こういうとこ20分かかるんですよ、知ってましたね。うん、こういう、こういう喋りながらするとこういうプレイをするしね。成長しないんですよ。オッケー。いやー、なんで取った後にすぐ取るや否やですわ、女。ね、このゴールドの減り具合を見てわかるでしょう、いくら苦戦してたか。こういうことなんですよ。なんか急いだ方が良さそうやろこれ。あー、マリオ的なそういうのね。なるほど、これは急いでこっち行って、どうも、ああ、そういうのも、はい、登って、登り、あんなん取られへんやろ、あんなん取れんの、あんなところの音符なんか取れんの。いや、急がなか、はい、よし、で、どうするんです？ああ、その右か、間に合わない、間に合った、その後が追いつかんわ。よし、間に合うか。間に合いました、音符間に合う。あ、もうこれ死んだやろ。せっかく音符間に合ったのに。まあいいわ、もう音符取らなくて大丈夫だから。音符っていうか楽譜ね。
よし、いけたいけた。このナックルを持っていこう。よし、いいぞいいぞ。いやー、お前おんのかよ。オッケー、登ってきましたよ。やばい、この掘れ方はやばい。オッケーオッケー。あ、いやー、上がったけどネズミが爆発してネズミの爆発はいらんやろ。なんであんなとこにネズミ爆発するやつ置いとんね。よし、耐えた。オッケーオッケー、耐えろ耐えろ。よし、あいつを倒す余裕まであったぞ。オッケー、上り詰めた。ここ掘れるやろ。よし、お肉。さあ、いよいよボスかな。この感じ、いよいよボス感。まだなんす。爆弾です。さらに、あ、チキンです。あ、で、リンゴです。めっちゃ壊すやんで、ボス戦。わかりました、行きましょう。あら、みんなおるよ。最後の晩餐的な。ほほう、これはこれは贅沢な余興だな。誰だこの祝、うん、祝宴の場に平民を入れたのは。けしからん俺平民ちゃうし。またしても招かれざる客が現れたか。ヒヒヒ、これはお仕置きが必要だな。鼻を突っ込みすぎだな。今度こそ埋めてやる。今回の設計は完璧だ。もう負けないぞ。おお、勝ち抜き戦ですか、トレビアン。では先方はどなたか。うん、そこの塩を取ってくれいや、お前からかよ何これ、全部戦わなあかんの。余興なっとるやん、余興。こいつどうやって倒すやったっけ。軽く忘れてるで。はい、こうだ、こう。ジャンプ。当たらんな。長い試合になるぞ、これ。どうやるか、忘れてんねんもんな、もう軽く。どうやって戦ったか。あ、お前そんなんあったっけ。ほい、ほい。OK、2発も当てた。来るよ。当たらんか、あれ。何持ってたっけな、こいつの時。これか、ファイヤーロッド使ってたような気がする。受けて、あとどんな戦い方してた。ファイヤーロッド使っておこう。この連戦はきついな。当たる、当たるよって避けようとしたタイミング全部当たっとる。よし、もう魔力も少ないんだよね、向こう。危ない、当たる。逆向きに掘ってるし。また敵や。魔力の回復ポットくれ。あったあった、ありがたい本当にくれるとは思わなかった。よし、あ、暗くなるやつね。だよ。魔力の回復ポットくれ。あ、当たるな。いや、普通に死んだ。いやー、惜しいな。魔力の回復ポット欲しかったんだ、普通に。ちょっとこれどういう感じで連戦すんの感じがわからない。え、しかも毎回違うんかよ、誰か。毎回同じとは限らんの。こいつはこれだな。あ、ちょっと待って、ここ行った。
ごい。こいつはこれだよ。危ない、避けて。肉弾戦に持ち込もう。めんどくせえから肉弾戦に持ち込む。いや当たるな。特にあいつのゴム当たんねん。これ足場にしてお金回収。よし。あ、アイテム当たらん。せっかくレリック使ったのに全然当たってないやん。ちょっと当たったか。よし、倒せ。もうちょいだ。オッケー、ようやく。ようやく一人目勝利やけど。あ、一応お肉の料理は出されんのか。それはありがたいですよ。料理出してくれるシステムありがたい。あ、一応トゲなんのそれ。万能やな。万能やで、ね、トゲになんの。待っとけ。トゲ回復してくれんないやね。待っとけ。トゲを再開してください。トゲを再開してください。トゲを返せ。俺のトゲを返せ。よし。魔力が回復せんのね。体力が回復しても魔力は回復せんね。あー、来たぞ、プロペラナイト。あ、魔力回復した。割れた割れた。取られたですよ。よし、当てる当てる。鍵爪持っとかなあかんねんな。普通の爆弾来る。普通の爆弾が来るタイプの方から来た。危ない。危ないし、それはやめて。いや、体力厳しいな。これ連戦負けたとしたら最初からなるんかな。さすがにこの足場はぶち抜かへんねや。あ、死んだ。さすがにこの足場はぶち抜かへん。いやー、これ最初からやな多分な。連戦はそうだろうな。だろうね。全員復活してるわ。こいつは割と特徴のない戦い方やんな。こいつ一番弱いわ。こいつボスで一番弱いわ。普通にこうやっとったら勝てんもん。オッケーオッケー。で、2戦目。こいつは、あ、そっか。別にすぐ食わんでええねや。お肉すぐ食わんでええな。そうや、そうや。すぐ食う必要性なん全くなかったわ。ここだ。当てたやろ。今正解したで俺。正解不正解の問題じゃないんか。よし。当てた。再び当てましたよ。タイミングよくジャンプ。オッケー、倒しました。残り体力4ね。残り体力を見ながらこれを開ければいいんだね。これは消えないでしょ。このお肉は、お肉は消えないことを願おう。お肉食べちゃった、お肉食べちゃった。仕方ない、もう倒すしかない。よし、倒した。
いの途中で食べてしまう可能性があるな、お肉は。こいつはファイヤー、さあ来なさい。亀技を当てていこうか。亀技遠距離で効くから、持っておいて、いやー逆にやらされるやり返される。よし、いいぞ、いいチャンス。亀技を持っておいて、いや当たんない。 OK、 いいね、魔力の瓶。こんな効果率、高確率で魔力の瓶出るなんてありがたいわ、ありがたいやつ。よし、どんどん当てろ。よし、倒しました。お肉を置いたままね、勝利ですよ。さあ次のやつ、まだ瓶置かれてないタイミングでこれやらないと。爆破させたら危ないから、どけて。ああ下向き効かない。いや瓶増えたな、一気に瓶が増える。結構下掘りが万能で使えんねんな、どのボスでも。それなりに万能で下掘りが使えんねん。よし勝利。さあ減ってきたぞ敵が。どうだどうだ、脅威に感じてきたか。あ、なんだなんだなんだウィニムコンの接続は悪いな、電池の調子が悪い。これもやっぱ下掘りが効くな、下掘りがすごい、下掘りいいですね。なる、宙に浮いたから鍵爪に変えて、もう使えない、もう俺は鍵爪使えない。あ、え、死んだ。あーそっか、体力見てなかった余裕をぶっこきすぎたな、体力見てなかった、そういえばよーし勝利。下掘り強いな、やっぱ下掘りやわ、俺には下掘りしかねえぐらいの。オッケー勝利。よーしよし、さあお次は、いやーこいつか、こいつの場合はこれでいいか。よ、いや、やばいやばい、やめて、危ない、俺足場ない、足場ない、そこそこ足場ない、危ねえ。俺用の足場は用意しといて。 OK 勝利。開けましょう開けましょう、ギリギリね、次届く前に開けといたから。これも下掘りだけでさ、こいつの場合下掘りだけで勝てる。いやキング楽でいいわ。よし勝利。さあお次は、お、久々に来たな、聞こえの。よーし、でかいのはどうやって出てくんね。あ、普通に降りてくんのね、なるほど。あれ、俺のお肉俺のお肉は消えたんやけど、ちょっと俺のお肉消さないでよ、俺のお肉、大事なお肉ですよ、大
大事なお肉は消されるやろ。そんな想定してないもん。そんなことなるとは思ってないですよ。それはいやー、お肉消されるからや。くっそー、なんやねんあいつ。おっきいの来たらお肉消える言うとけや。ギリギリや。わ、こいつ初めて。こいつな、何だったっけ。投げ怒り。そう、で、ほとんど下突きでええね。よーし、勝利。あー、こいつか。え、なんで死ぬ。え、あ、何のダメージ食らってた。そんな、いちいち体力見てないっすよ。何で体力減ってるか分からへんやん。よし、倒した。よし、続いてはこいつ。危ないよ、足場がない。ちょっと足場がないねんて。すごいなあいつ、トゲトゲが多いね。よし、一番死ぬ危険性の高いやつを最初に倒したんでかい。OK、倒す。二人目勝利。いやー、こいつ来るか。こいつ一番嫌い。OK。さあ、まあ、体力はまだあるか。いつも下突きだね。ちょっと待って、開けよう。
危ない危ない、威力危なかった、地味に食らってた。こいつは余裕だろうと思ったのに。さあお次、オッケー、一番弱いやつ最弱の王が、よし、これで魔法の瓶も手に入れたし、ラッキーですね。魔法の瓶一つで34しか増えんのか。こいつもだから倒す前にお肉は取っておかないといけないな。もしかすると魔法の瓶があったりするかもしれないから。さあ体力を減らしつつ、もう開けよう。あー魔力瓶入ってない、それはやられたな。魔力を回復したかったね。お、よいしょよいしょ、餅つきの要領みたいな感じ餅つき感のある感じでやるとうまいこと当たるね。ほいほいほい、あ失敗した。よし倒す。さあ、来たぞスペクターナイト。ファイヤーロッドを持っておいて、なるべくもうこいつで魔力回復しておきたいね。よし倒す。魔力回復しておきたかったけどね、しゃあないしゃあない。さあラスト。さあようやくや、ようやく終わりが見えてきた。まあ、体力的な余裕はあるから大丈夫やとは思いますけど。そうそう回復しとこう、念のためだ。危ない、逃げよう。さあもうちょっとや、最後下突きで勝利。オッケー、やっとボス連戦終わった。お、みんな塔に連なって落ちそうなっている。あげてあげるんだね。手を貸すのだショベルナイト。よもやヨラを見捨てるつもりではあるまいな。お、これどうやったんやの？あ、こういうこと。はい。よかったね。よかったですね。我を倒しても運命は変えられぬ。聖者ごときにエンチャントレス様を止めることはできぬ。うるせえ、俺が助けたんだ、お前。死者を。死んでるようなやつを助けてやったんだろう、と。世の城、贅沢な暮らし、世の領地、まばゆいシャンデリア。覚えておれ、しゃべるナイト。うん、そうですか。穴掘りの技は俺様の負けだな。今度、コツを教えてくれよ。あ、はい。敵と、トレじゃないと。どんな財宝もお前を待ち受ける。悲しみを救うことはできん。武運を祈るぞ、不幸な勇者よ。うるせえ。ひひ、力では負けても頭脳では負けぬぞ。用心するがいい。ひひ、はい。ひひ、あ、いや、お前じゃねえ、おめえじゃねえ、おめえに話しかけたわけじゃねえし。おう、この爽快感、胸の高鳴り、あなたの旅がこうも痛快なら、お供したいものです。よし、お供、旅のお供をゲット。油圧アクチュエーターに問題があったか。まだまだ改良が必要だ。お、頑張れ。我が友よ。
前にも言ったが、やはり我らの仲間に加わるべきだぞって言われてるけど、俺体力回復どうすんの与えてくれる、なんか体力回復的なやつ。あ、おお、終わりない。まだあんのね。そんな感じですか。はい、ということですね。じゃあ今回ここまでしましょうかね。連戦で疲れたから連戦で疲れたわ、1時間やったもん。ということで、じゃあ今回ここまでしたいと思います。次回、運命の塔、いよいよエンチャントレス戦ですかね。すんなりとやらせてくれるのかどうか、うん、それも気になるけど。ということで、今回ここまでしたいと思います。また次回、この続き、お楽しみください。エンタのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。